5級から新規の、旧制級冷戦名を書きます、先生がこちらに奥村先生がいろいろ説明を書かれています。まずこの各点4つの左右の点がありますが筆先を利かせて書きましょうということですね、それからこちらは書写体で上下の火これですねは中をすぼめると書いてありますがここで見てほしいのはこの線こちらの線も、一本の線ですがここに黒と白の境目こちらにも黒と白の境目常に一本の線が境目2本で出来上がっています。そしてこの場合ですと右と左のカーブ違いますね。こちら側より外側がうんと中に入ってきます。こちらも同じです。そのためにはここの点接部分で筆をぐっと突き返す、それを、きちんとなさってください。あとこれをこちらを見ると分かるように気持ちよく伸びる、そのようなことを気をつけて書きたいと思います。一画目の火の点は下です。随分下です。縦に切り込んで、この次が短いです。そして右の方、これで足元バランスを取りましょう。その後しっかり点は押さえるだけではなく中で動かす、打ち込んで左へ、あまり長くは書きません。次です。右払い、だんだん太くして、この辺りが一番太いでしょうか。そこから短めに、長くはないです。次、径いきます。先ほども申し上げたように点接部分を見てください。切り込んでこのラインとこのラインの動きの差ですね。ここです。きちんと突き返して、右が出ます。キリッと入れて、右側の方にこの線、右側の方に重さをかけていきます。でここもしっかり突き返す。短くてもしっかりと安定性をのある線を引きます。羽は小さく直角に出しましょう。左の点と右の点の位置が随分違います。